三宅裕子さんから関連質疑の申し出があります。金子君の持ち時間の範囲内でこれを許します。三宅裕子さん。三宅さん。はい、国民の生活が第一の三宅裕子でございます。まず冒頭に、九州における集中豪雨で被災に遭われた方々に心からお見舞いを申し上げたいというふうに思います。さて、野田総理、2009年の夏、民主党のスローガン、キャッチフレーズは何だったんでしょうか。野田内閣総理大臣。一番の表紙には政権交代、国民の生活が第一、まあ、こういうフレーズが出ておりました。三宅さん。このためにですね、その国民の生活第一というスローガン、そして2009年夏の理念、そして志を持って私は党を出ました。新しい党、国民の生活が第一の人間として本日質問をさせていただきます。初質問となります。よろしくお願い申し上げます。まずですね、総理は大変演説が上手なことで知られています。大総選での土壌演説、私も本当に感動いたしました。あれは本当に良かったです。しかし一番ね、良くなかったのは消費税の話すればよかったですよね。それがなかった、これちょっと残念ですけれども、しかしですね、実は野田総理の一番いい演説は2009年夏のあの大阪の議員のですね、応援演説、シュラリ演説だと私は思います。もうあの演説は素晴らしい、実行してればなんですけどね、いろいろな意味で、こちらは後世に残る演説というふうになるというふうに思います。野田総理、ご自分ではどちらの演説の方がいい演説だとお思いですか。その大阪の演説というのは誰の何の演説ですか。野田総理のご自身がどちらがお好きですかということです。どこでやったの。シュラリ演説とそれが土壌演説です。はい、覚えてる。大阪のシュラリ演説です。森山さんの時のシュラリ演説です。はい、もう何回も。内閣総理大臣野田佳彦君。いろんな演説やってきました。その場その場で一生懸命お訴えをしておりまして、どっちがいいとかどっちが悪いということはありません。いつも反省も多いです。そんな自分でどっちがいいとかって評価するような話ではありません。その場その場で一生懸命お訴えさせていただいております。三宅さん。はい、その場その場ということだったんですが、この2009年の夏は私も含め誰しもが総理と同じ熱い思いを持って、同じ気持ちだったというふうに思います。しかし私から見て、あの時の演説をされた総理からだいぶ変わられたように感じる次第でございます。税金が群がっているシュラリを退治しなければいけない、一匹も今シュラリがいないとお思いでしょうか。あの時総理は並行してやるというふうにはおっしゃってません。退治してするとおっしゃったんです。そして消費税は上げないとおっしゃったんです。もう一匹もシュラリがいないとお思いでしょうか。野田内閣総理大臣。今日午前中の質疑でも申し上げました。98年の民主党の結党以来、生活者主権、納税者主権、消費者主権、これはもう基本的な我々の理念というか魂だと思っております。特に納税者主権を考えたならば、やっぱり税金の無駄遣いをさせないと、既得権益にはびこっているいろんな今、シロアリという表現を私もしたことがありますが、そういうものは取り除いていくということは、これは終わりのない事業だと思っています。これまでもやってきた、これからもやり抜いていくということでございます。三宅さん。時間がないので、この件また質問させていただきますが、官邸の前の抗議の声、この件に関しまして、音とおっしゃったという報道もありましたけれども、実際これ、音とおっしゃったんでしょうか。野田佳彦内閣総理大臣。それどういう根拠でのお話ですか。私、言った記憶ありません。はい、三宅さん。これにつきましては、たびたび委員会でも出ております。そして、抗議の方々は人数が毎週毎週増えている。そして、総理の地元、船橋でもデモが起きている。そして、他の大臣の地元でもデモが起きている。
この抗議の声は時間経つにつれてですね、収まるどころかどんどんと大きくなっています。なぜでしょうか。これは総理のご説明に国民が納得していないからなんです。総理は一度街頭演説延期をされてますよね。国民の皆様の前で話したいおっしゃって、しかしあの日は罰則の時代があって、延期になられたと。あの街頭演説をもう一度やって、説明したいとお思いなんでしょうか。この状況をどのように収束させたいと皆さん納得していただきたいというふうに思ってるんでしょうか。野田内閣総理大臣。原発再稼働についてのお話だと思います。また今国民の同じような関心事である一体改革、これ国会審議を通じて、あるいは記者会見を通じて、テレビを通じて、機会があるごとにご説明をしてまいりました。内閣支持率はあまり変わらないんですが、世論調査の傾向は、例えば社会保障一体改革も、そして原発の再稼働も、賛成と反対の差が縮まってきています。これからもしっかり説明していきたいと思います。三宅さん。世論調査の結果はさておき、人数は増えている。そして総理のご地元、違う大臣のご地元にもご合議の声が増えていると。そのことをどのように収束させようというふうにお考えなのかという、世論調査のことは聞いていません。野田内閣総理大臣。民意の捉え方はいろいろあると思います。官邸周辺で多くの方が集まっている事実は、これを重く受け止めなければなりません。ただそれを収束させるということは、私にはそれはできません。それぞれの個人の思いで参加をされているわけでございます。あくまで多くの国民の皆様が、大体国論二分するテーマでありますから、いろんなルートからいろんな声が入ってきます。さまざまな声、多くの声が入ってきますけれども、できるだけ私もやろうとしていることをしっかりご説明をして、ご理解をいただけるように全力を尽くしていきたいと思います。三宅さん。次はですね、ちょっと話を移しまして、大津で起きたいじめ、とされています中学2年生の自殺について、大臣にお聞きしたいというふうに思います。よろしいでしょうか。この件を正式に、大臣がお知りになったのはいつなんでしょうか。平野文科大臣。三宅議員のご質問でございますが、知ったという意味でいきますと、報道に接しましたのは、7月の4日でございます。ただ私、海外に、国会のご理解いただいて海外に行っておりまして、実際には、6日ということになりますが、4日の向こうのメールか何かで知りました。三宅さん。その大臣がお知りになったのが4日ということも私驚きなんですけれども、まず文科省の担当者が知ったのがこの24年2月だということでございます。これもしかも教育委員会からの話ではなくて、全国紙を見て知ったということです。では教育委員会に問い合わせをしたのかというふうに聞いたところ、問い合わせをしなかったそうです。しかも政務三役の話を入れなかった。その間、ことがどんどんと大ごとになっていってですね、この民事訴訟が起きたにもかかわらず政務三役に入れてなかった。そして7月4日の日に報道が大々的にされて、また大臣に報告が上がったというわけであるわけでございます。このことはですね、一つの市県というところを超えて、本当に全国の保護者の方の心配の事項と今なっているわけでございます。そして残念ながら警察の方がですね、3回にわたり被害届を受理しなかった。これは文科省の方からははっきり聞いております。そういった中で大変信頼産関係が損なわれている。そういった中できちっとした調査が私は今後進められるというふうに思いません。また思われてないというふうに思います。このことに対して平野大臣はどういうふうにしていこうかと、昨日本当に異例なことですけれども、学校の方に捜査が入ったと。そして暴行事件ではないかという疑いがあるわけですけれども、ここまでの事態に10月からなってしまった。この間何回か大臣に報告上がってもいい状況があったわけでございます。お聞きしたところ、年間昨年で301件のうち
自殺とされるもの4件、ちょっとこの数字自身も私自身はちょっと違和感があります。この数字の、また精査はぜひ大臣にしていただきたいというふうに思いますが、その4件についてのご報告がされていたのか、そういったことを普段から気にされていたのか、そして今後このことをこれだけ大きくなって心配している保護者の方に対してどのようにしていくのか、例えば第三者委員会みたいなものを考えているのか教えていただけますでしょうか。平野文科大臣。この案件につきましては、昨年の10月の11日に、滋賀県の大津市立中学校2年生の男性生徒が、飛び降り自殺をしたと、こういうことでございます。その時には、文科省としても、状況は掴んでおりました。その間、今宮崎さんおっしゃるようにいろんな意味で訴訟が起こっておるという経過もございます。しかし私どもとしてはやっぱ子どもの命というのは非常に大切である、守らなきゃならないと、この気持ちはもう常に持ち続けている、またいなきゃならないと、こういうことでございまして、特に昨年児童生徒の自殺の事案が多く、発生をしておりまして、文科省としても何としてもこれを防ぐ方法ということで、昨年の6月に実は、背景調査の基本的な原因究明を含めてしっかりするようにという通知を発災を、発出をいたして、ございます。でその中に、学校教育委員会に通知するとこういうことでやっておりまして、それの周知に努めてきましたが、残念ながら今回こういう事案が起こったと、こういうことでございます。私としては何としても今までのこのやり方が本当にいいのかどうか、このことも含めて私はしっかり見直さなければならないとかように実は思っております。そういう6月の時にも被害者の方もおられるわけでございますので、被害者の方の意向も十分踏まえて、中立的な立場での第三者委員会をしっかり作って、確認をするようにということも、その通知の中に記載をさせていただいております。それが本当にやれていたのかどうかということは、事後になりますが、しっかりと今、状況を、しっかり掴んでいきたいと、かように思っております。一方、自殺の件数でございますが、文科省の取っております数字と、警察がまとめている数字と、年度の違いはあるんですが、いろんな要因があるということで、この4件あったということについては、私は承知をいたしております。いずれにしましても、大変痛ましい事件でございますし、私としては、本当に心からご冥福をお祈りいたしますとともに、二度と起こさないと、こういうことで、文科省が受け身的な発想ではなくて、より前向きに私はこの問題を解決をしなきゃならないと、こういうことで、しっかりと再発防止に努めてまいりたいと、かように考えております。宮家さん。平野大臣の大変真摯なご答弁、ありがとうございます。もちろん、真相の究明とともに、先ほどお話した通り、301件のうちのいじめが4件ということで、しかしながらも教師との人間関係とかですね、ちょっといろいろな細部にわたりまして、いじめと疑われるかねないものをいくつか含まれています。ですからこの4件、本当に4件なのかということを含めて数字の精査をぜひしていただきたいということをお願い申し上げたいというふうに思います。最後に総理にまたご質問させていただきます。ガバナンスについてでございます。ガバナンスといいますか、物事の優先順位につきまして、本当に僭越ながら私はちょっと疑問に感じたことを申し上げます。これ一例です。例えば総理の面会につきましては、政治的な判断もあって、一概に誰に会って誰に会わないというルールはもちろんないというのは重々承知をしております。あってもそれは公開されるべきでないと私も思っております。しかしですね、逃避決めに見てもちょっとおかしいんではないかという事項が最近も取り上げられました。7月1日東京新聞でも総理はちょっとそういう傾向があるんではないかという、これは私じゃないですよ、新聞が東京新聞で取り上げられました。6月27日13時30分から参議院議員総会が総理出席されていました。そして14時8分、38分ごろ経ったところで、まさに議論が白熱していました。
それは総理が命がけで望んでいる消費増税などの話の議論の最中です。その最中に大事な来客あるおっしゃって中座をされました。この大事な来客というのは誰だったんでしょうか。野田内閣総理大臣。27日が参議院総会ですね。でその2日前の27日に代議士会で、結束を呼びかけて、という会合がありました。でそれを踏まえて、幹事長幹事長代行から参議院の総会においてもきちっとこれから参議院の審議になりますので、決意と要請をしっかりやったほうがいいということで、お話をしに行きました。そして参議院の執行部からも約30分出てほしいということでございましたので、それで出て行ったわけであって、私が大事なお客さんがあるからという言い方はむしろ幹事長がお話をされました。参議院の議員が皆さん言ってます、はい、参議院 その総会において幹事長から外国のお客様があるから出るという話があったんですが、それは事実じゃないんで、お客様ありますけれどと言って、それで私はお許しをいただいて出て行ったということでございますので、これ参議院執行部ご了解の上で出て行っている話でございます。三宅さん、参議院執行部が了解していても参議院議員が了解していなかった。そして皆さんはよほど偉い外国人の要人に会うと思って次の日の首相動静見てびっくり。なんと一回生議員と参議院議員全員をほたらかして待っていたと。どちらが先約だったんでしょうか。野田内閣総理大臣。さっき申し上げた通りですね、参議院執行部ご了解の上で私が去った後にお一人お二人の発言があったということでありましたけれども、どんどん皆さんが手を挙げているときに出ていったわけではございませんので、それは参議院の執行部のご判断で正しいというふうに私は思っております。でその上でどなたに会ったかということでありますが、確かあの日は衆議院の1年生の有志の方とその30分か40分後会ったと思いますが、その前にその人たちの会うために先に戻ったというよりも大事な電話のやり取り等々もあったんで戻っているということでございまして、それは日程には出てきておりません。三宅さん。わかりました。では総理は消費増税に命をかけておっしゃっているけれども、その議論よりも大事なお客様が、いらっしゃったので、中座したということですね。そういったことでですね、消費増税に命をかけるとおっしゃっている総理、優先順位が違っていませんか。復興復旧に命をかけるっていうのは普通じゃないですか。ですから大増税内閣ではあってはいけないというふうに思います。この内閣は復興笑ってらっしゃいますけど、被災地の現地の大臣も笑ってらっしゃいますけれども、復興復旧内閣で、あるべきだというふうに思っております。国民の、生活、私はこれは、第一が透明ですから、当然この透明を繰り返すことになりますけれども、2009年夏を鮮やかに思い出していただきたい。総理に思い出していただきたい。最後に一言申し上げて私の質問を終わらせていただきます。これにて金子君、三宅さんの質疑は終了いたしました。